はい、どうも、トスクチュードレンのつくもです。ということで、この大空に翼を広げて、共通パート22、続くから始めていきたいと思います。1学期の期末試験の初日は、ここ数日の晴天が嘘のような大雨に見舞われた。これが、俺がこの学校に来て、初めて受ける試験となる。もともと勉強は嫌いではないので、自信はあったんだけど、専門科目については、どんな問題が出されるのかさえ、わからず、苦労させられていた。はい、終了。シャーペン OK。 回答用紙が集められる。今日の試験はここまで。寄り道せずまっすぐ帰れよ。明日も試験はあるんだからな。先生はああ言っているが、俺は弁当を持参していた。アゲハどうだった？まあまあかな。私ダメだった。明日の英語に全てを託すわ。私はその英語がダメだから。アゲハはいつも通りクラスメートと談笑しながらカバンを担ぐと、彼女らと一緒に教室を出ていく。アゲハ。俺は廊下まで追いかけていって、アゲハを呼び止めた。ん？もう帰るのか？うん、ちょっと用事あるんだ。葵は？ガレージに寄ってく。そう。アゲハ、お前さ。アゲハ、何してんの？ごめん、先行ってて。何？葵。いや、別に。またな。おお、明日もテスト頑張るぜ。おどきながら言うと、アゲハはカラフルなオレンジ色の傘を振り回しながら、先に行った友人らを追いかけていった。一緒に帰らないのかよ。わ、なんだ、麻婆か。別にいいだろう、一緒に帰らなくても。よくねえよ。お前ら最近ずっと一緒だったじゃねえか。気持ち悪いくらいベッタベタしてよ。ベタベタなんてしてないだろう。してた、してました。なんとか部がどうとかって言ってさ。なんだ、拗ねてんのか、仲間に入れなくて。はあ、誰がお前らなんかと。ピッピー、廊下で唾吐くな。だいたいおかしいと思ってたんだよ。だってお前、昔アゲハに告白して振られただろ。思わず硬直する。なんでお前がそんなこと知ってるんだ。アゲハから聞いた。あの野郎。なのにまたつるんだりして、恋愛経験豊富な俺に言わせりゃ、それは不自然ってもんだ。あのな、なんか誤解してるみたいだけど、あれはガキの頃の。はっ。小鳥、お前いつからそこに。知らない。何も聞いてないから。ものすごい分かりやすい態度で否定すると、小鳥はトップスピードで車椅子、車輪を走らせ廊下を走っていた。麻婆てめえ。じゃなあ、こら待て。俺に一矢報いた正嗣はスキップしながら去っていった。あのさ、小鳥。私何も聞いてないから。聞いてないことについて聞かれても答えようがないから。そうっすか。先生の言いつけに背いて、俺は小鳥とソアリング部のガレージに寄り道していた。朝から降り続く雨のせいで、ガレージ内はムシムシしている。エアコンの前に陣取って、明日の試験科目の教科書を広げながら、俺たちは弁当を食べていた。くっそ、麻婆麺。さっき正嗣が漏らした件については、本当にガキの頃の話で、多分もうアゲハも忘れてるんじゃないかと思う。仮に覚えてたとしても、みっともなくはあるが、それで気まずくなるような類の思い出でもない。男女の違いもよく分かってなかった時代の若気の至りだったと言えよう。というわけで、俺も特別意識はしてないことだった。先輩は試験どうでしたか？受けてない。え、ああ、そういや、この人計画的に単位を落としてるんだった。おまけに普通に試験を受けたら、軽く首席になってしまうくらい頭がいい。ちなみに今日は珍しく空腹じゃないそうで、先輩の分も持参していたお弁当は無駄になってしまった。冷蔵庫に入れておいて、後でお腹が空いたら食べてもらおう。葵くん。ん？姫木さんのことだけど。なんだよ、聞いてないんじゃない、聞いてないんじゃなかったのか。小鳥は俺の皮肉を無視して続ける。さっき廊下で話してたでしょ。あの子何か言ってた？
ああ、いや、別に。用事があるから帰るって。姫木さん、私たちのこと避けてない？ここにも来ないし。アゲハはロボット部に専念すると言ってから一度もガレージに寄りついていない。まあ、試験中で部活は休みだし、来てる俺たちの方がおかしいんじゃないのか？そうかしら。ねえ、やっぱりあの話。ああ、実は昨日少し気になってロボット部の知り合いに話を聞いてみた。あの日呼び出されたアゲハが向こうでどんな様子だったのか。あの時アゲハは繰り上がりで大会に出場することになったと言っていたけど、それにしては表情が暗かった。他にも何か言われたんじゃないだろうか。もしかすると掛け持ちしていることで立場を悪くしているんじゃないか。そんな心配をしていたのだが、聞いた話によると部員からの不満はほとんどないらしい。今のロボット部員にそれほどの熱意のあるやつは少ないと言っていた。ところがロボット部の顧問は部員集めの時にも噂に聞いた、飛岡クジラ先生、天音先輩を逆恨みし、ソアリング部を目の敵にしているという。その噂自体の信憑性は定かじゃないが、あの日呼び出された時、アゲハはその飛岡先生からこう言われたらしい。掛け持ちは許さない、どっちかをやめろ。このまま来なくなっちゃうかもね。製図版とにらめっこしていた天音先輩がペンを落とした。すまない。誰に言うでもなく謝ってペンを拾う。先輩もアゲハが来なくなってから少し様子が変だった。そわそわとしてどこか落ち着きがない。アゲハはロボットコンクールの地区予選までだって言ってるし、主力制作が遅れるのは痛いけど、それまで待とうぜ。でももし辞める気なら早いとこ行ってほしいわね。また部員探さないといけないんだから。卵焼きをくじくじと続き回しながら、小樽は不満そうに言うのだった。お前らここで何してる？いきなりガレージ内に低い男の声が響いた。驚いて入り口の方を見ると、中年の男が立っていた。開いたままのドアから地面を激しく打つ雨の音と湿気が入り込んできている。あいつ、噂をすればなんとやらロボット部顧問飛岡クジラ先生だった。今は試験中だぞ、部活動は禁止だって知らんのか？知ってます。だから部活してたわけじゃありません。何？おい、突っかかるなって。だってムカつくんだもん。ここでお昼を食べながら明日の試験勉強をしてたんです。飛岡先生が俺をじろっと睨む。生徒の言葉を鼻から信じていない目だけど、俺は嘘を言っていない。俺まだ転校してきたばかりで、専門科目でわからないところが多いので、望月先輩に教えてもらってたんです。専門科目が苦手なのは小鳥も同じだ。なのでここでの試験勉強は劣気とした理由があるのだ。もちろんエアコンがあるというのも理由の一つだが。お前らか、ソアリング部の新入部員ってのは。俺の言ったことに一応納得したのか、質問を変えてきた。悪いことは言わん、こんな部やめておけ。なんですって？何かに打ち込みたいならロボット部に入ればいい。どうして先生にそんなこと言われなきゃいけないんですか？さっきは小鳥を制しておきながら思わず怒気を込めて口答えしてしまったけど、そのくらい腹が立った。生徒を指導するのが教師の務めだ。姫木にもそう言っておいた。やっぱりあいつ姫木さんを脅したのよ。許せない。待て、落ち着け。小鳥が車椅子ごと飛岡に突進でもしそうな勢いだったので、さすがに止める。それであいつは何て答えたんですか？しばらく考えると言ってたな。まあよほどのバカじゃない限り答えは一つだろう。これでもあいつには目をかけてるんだ。うちの部員の中じゃ優秀な方だからな。あの子は辞めたりしないわ。だってあんなに一生懸命頑張ってたんだもの。だからだ、どうせ真剣に打ち込むなら将来性がある方がいい。こんなどこも目指してないようなクラブじゃなくな。どこも目指してない。だって目指してますよ、俺たち。ちゃ
ちゃんとした目標を持って。ふんふん。口答えする俺たちを飛び岡は鼻で笑ってあしらう。大会に出場しない、作品発表の場もない俺たちは、この先生からするとただ遊んでいるだけに見えるのかもしれない。それにな、もうやるだけ無駄なんだよ。ソアリング部はこの夏で廃部だ。そうだったな、望月。それは部員が私一人だったからではないでしょうか。今はこの通り、葵くんや小鳥たちがいますので。約束は約束だ。怒った様子もなく、穏やかに説明する天音先輩を飛岡は強引に遮った。そして、必ず守ってもらうぞ。念を押すように言うと、肩を怒らせてガレージから出て行った。どういうことなの、天音ちゃん。廃部って本当なんですか。飛岡がいなくなると、俺たちは一斉に天音先輩の元へ詰め寄った。飛岡先生が約束の中身を誤解しているんじゃないかな。廃部というのは約束を果たした結果生じる副産物であって。何なのその約束って。私はこの夏で引退するんだ。え？引退。俺たちは呆然としてしまった。突然知らされたその事実に。天音ちゃんってこの先もずっとここにいるんじゃなかったの。俺も同じことを思っていた。先輩はこの先も、それこそ俺たちが引退した後もずっとここにいるものだと。私は本来留年できる年数を過ぎて学校にとどまっている。学校側からの特別な許可を得てのことだ。その代わりにいくつかの約束を交わした。その一つが今年の夏で部活を引退し、春には卒業するというものだ。して卒業。廃部というのは。さっきも言った通り、そんな約束はしていない。飛岡先生の思い違いだ。この何年かずっと一人でやってきた。新しい部員が入ることもなく、だから学校側は私の引退と同時にソアリング部を廃部にするつもりでいたんだろう。急にいろんな事実を知らされて頭が軽く混乱していた。いいんですか、引退しちゃって。いいも悪いもない。学校側が許してくれないだろうし、これは父との約束でもあるんだ。先生、親、大人たちと交わした約束、そこに彼らのどんな思いが込められているのか俺は知らない。でもそれによって失われるものがあることは知っている。だからそれまでに。天音先輩は机の上に飾ってあった写真立てを手に取った。かつて空っぽだった写真立てには、今はあの美しい朝焼けと雲の回廊の写真が収められていた。それまでにここへ行きたいんだ。遠く彼方を見つめるように先輩はその写真を眺めた。みんなが来てくれて、もしかしたらって思い始めてた。今度こそ届くかもしれないって。もしかしたら今度こそ。天音先輩がこのガレージで過ごした歳月を思うと、その言葉をとても重く感じられた。そんな先輩の言葉を聞きながら、小鳥は俺の隣で静かに唇をかみしめていた。アゲハはいるか。あーちゃんならコンビニに行くって出てったよ。そっか、サンキュー。携帯にかけてみれば。いや、いい、直接話したいんだ。ふひひ、テスト勉強頑張ってる自分にご褒美あげないとね。ご褒美といえばハーゲンダッチのクッキー&クリーム、いただきまーす。うまそうなもん食ってんな。無防備に大口開けてアイスを頬張ったアゲハが、それを吐き出す勢いでむせる。葵、いきなり声かけないでよ。悪い、家帰ってから食えよな。溶け
ちゃうじゃん。それにこうやって外で食べるのが贅沢なんだよ。葵も一口食べる？おう、く。はーい、あーん。やめろよその言い方、恥ずかしいだろう。と言いながら俺はアギハが差し出したスプーンを口に含む。お、うめえ。これ何味？クッキー&クリーム&アゲハちゃん関節キス味。余計なもん混じってるけど、うめえの。俺も今度買ってみよう。少しは照れやがれ。これだから幼馴染ってやつは。ガキの頃はジュースの回し飲みとか普通にしてた。今さらアイステートで照れを見せる方が恥ずかしい。つまり少しは照れてるんだけど痩せ我慢していた。んで、あんた何してんのこんなとこで。明日の試験勉強やんなくていいの？ホタルにお前がここにいるって聞いてな。わざわざうち行ったんだ。ちょっといいか？うん、いいよ。今朝から降り続いていた雨は夕方には上がり、空には綺麗な星空が広がっていた。湿気はあるものの風は涼しい。人気のなくなった湖畔のプロムナードを歩きながら俺は話を切り出した。ロボット部のやつに聞いた。トビオカに何か言われたんだってな。ああ、その話か。別に掛け持ちが高速で禁止されてるわけでもなし、気にすることないと思うよ。そうは言ってもお前、あのトビオカは教師の中でもかなり強い発言力を持っているという。睨まれると厄介なのは間違いない。まあでもちょっと誤算はあったかな。ソアリング部には天音先輩がいるから、私は遠巻きに見ながらちょっとお手伝いするだけで大丈夫なんじゃないかなって思ってたんだよね。だから掛け持ちも余裕だって思ってたわけか。アゲハがうなずく。まさかね、あそこまで不器用とは。そんな天音先輩もなんか可愛くて好きだけど。ロビオカはロボット部の顧問だろ。お前がスワリング部を辞めないならロボット部を辞めさせられるんじゃないのか。やっぱそうなっちゃうのかな。困るな、どっちか選べって言われてもさ。アゲハ、ん？頼む、辞めないでくれ。どっちを？スワリング部を。だよね。思い切って言った俺をアゲハは困った顔をしてみる。それから遊歩道の欄干につかまり、湖の方へ身を乗り出した。雨上がりの穏やかな湖面に無数の星が映し出されて瞬いている。ねえ、覚えてる？秘密基地国庫。ん？ああ覚えてるぞ。俺がまだこの町にいた頃、風見商店街の外れの人目につきにくい路地の裏にひっそりと取り残されたように廃墟が立っていた。俺たちはそこを秘密基地ってことにして、みんなで集まってよく遊んでた。あれ楽しかったよね。あ、いろんなおもちゃ持ち込んだり勝手に改造とかしてな。秘密基地ごっこは大抵誰しもが子供の頃やった遊びだと思うけど、俺たちの自慢は俺たちの基地が他のどこの、ものよりも大きくて立派でとにかくかっこよかったってことだ。ある時、隣町の悪ガキどもが俺たちの秘密基地を乗っ取りに来て、そいつらを撃退しようと力を合わせて戦ったなんてこともあった。そういや、あの廃墟どうなったんだ？ウィンディ風ヶ浦の下敷き。再開発の波に飲まれてしまったというわけか。それがどうしたのか？似てるんだよね、ソワリング部のガレージの雰囲気が。そういや、そうかな。校舎裏に誰からも忘れられたようにひっそりと立っていて、中を天音先輩や歴代のソアリング部員たちが好き勝手に改造している。わけのわからないものがごちゃごちゃと積み上げられていて、混沌としているようで、そこに人の気配を嗅ぎ取ることができた。だからかな、最近やたらと楽しいんだよね。楽しすぎてついうっかり夢中になっちゃうくらい。でもロボット部も好きで入ったんだし、今回コンクールに出られるのはすごく嬉しいことなんだよ。あ、アゲハは士気の上がらない下級生チームを鼓舞して制作を進めていたと聞いている。彼らに対する責任もあるんだろう。出られなくなった先輩たちの分もやれるだけのことはしておきたい。それが私のけじめってやつかな。
じゃあお前。うん、コンクールが終わったら辞めるつもり。いいのかそれで。自分から頼んでおきながらこんな風に言うのもおかしな話だけど、アゲハにはまだ未練があるように見えた。いいのいいの、ロボット作るのは楽しかったけど、今はグライダーが楽しくてしょうがないんだな。アマネ先輩と一緒にものづくりができるのはすごい刺激だし。そういうものなのか。そうだよ、あんたももっと感激しなさい。どうしても最初の出会いのインパクトが強すぎて、すごい人よりも面白い人という印象が勝ってしまう。実はな、話まだあるんだ。ここからが本題だった。その天音先輩だけどな、この夏で引退するらしい。何それ。今日の昼間ガレージに飛び岡が来たんだ。それで俺は昼間ガレージで会ったこと、出来事を全てアゲハに話した。トビオカとのやりとりと天音先輩から聞いた約束のことを。天音先輩が引退だって、超留年してずっと続けてきたんだよ。これからだってきっと先生らとの約束なんだって言ってた。天音先輩はこの夏で引退するつもりでいる。そんな、今すぐにお前が戻ってきてくれないと多分間に合わないと思う。今日あの後小鳥と一緒に作業スケジュールを確認した。アゲハが予定通りに戻ってくる前提でも、夏休み中にテストフライトまでこぎつけるのがやっとだった。ましてやあの雲の回廊を飛ぶことなんて。すまん、無茶なこと言ってるのはわかる。でも黙ってて後から知らせるわけにもいかなくて。うん、辛い選択を迫っている自覚はあるけれど、手遅れになってから教えてもやはりアゲハを傷つけるだけだろう。なら可能性があるうちに話した方がいい。そっか、天音先輩引退しちゃうのか。アゲハはブツブツつぶやきながら顎に指を当てて考え込む。うろうろとその場を一周回り、思い出したようにハーゲンダッチを食べた。ああ、溶けちゃった。アゲハは空っぽになったアイスのカップを欄干の上に置いて、もたれかかってうつむいた。じゃあ次は、葵の番。俺の？葵が、自分のこと話すの。いいけど、何をだ？予想外の展開に少し戸惑う。アゲハが上目遣いに、じっと俺の目を見た。軽く睨んでるくらい。葵は、どうして自転車やめちゃったの？唐突な質問にすぐに模範解答が浮かばない。そりゃこっちには自転車部がないからな。自転車部なくたって趣味で続けることはできるでしょ。なのに全然乗ってないよね、自転車。返答に窮する俺の心を見透かすようにアゲハが俺を見つめる。この前のレースで事故したのと関係があるの？なんでお前それを。レースの結果くらいネットで調べられるよ。私あんちゃんから葵のレースのこと聞いて見に行けなかったのすんごい悔しくてさ。表彰台に上がったんでしょ。だからずっとネットで見てたの、葵のレース結果。前に正嗣が言っていた。アゲハのやつ悔しがってたぞ、お前のいいとこ見られなくて。お前そういうの分かってんのか。あの時不思議に思ったんだ、どうしてアゲハは俺に自転車のこと何も聞いてこないんだろうって。見に行けなかったの悔しがるくらいなら今みたいにどうして続けないのって聞いてくるはずだろうって。事故があったのも葵がリタイアしたのもそこに書いてあった。でどうしてやめちゃったの？ねえどうして？アゲハが上目遣いのまま水たまりをまたいでずいっと詰め寄ってくる。怪我したんだ、膝を。それで続けられなくなった。やっぱりそうなんだ。自転車だけじゃない、アゲハは天候の理由を尋ねてくることもほとんどなかった。俺が言いたがらないって分かってて何も聞かずにいてくれたんだろう。どうして言ってくれなかったの？みっともないからだよ、怪我して逃げ帰ってきたなんて。みっともなくないよ。みっともねえよ、だってそれ泣き言だぞ。お前らに
そんなかっこ悪いところ見せられるかっての。ふん、かっこいい。んだよそれ、バカにしてんのか。うん、おま、俺がどんな思いで自転車を諦め帰郷したと。だってハバネさんには見せたんでしょ、みっともないところ。なんでそんなことまで。半分当てずっぽ。でもやっぱ話してたんだ。いやそれは、おろおろする俺をアゲハはじとっと横目で睨む。確かにアゲハたちにも言えなかったことをあの時小鳥に話したのは自分でも不思議だった。くしくもそう、今いるこの場所でだ。それは多分あいつが俺なんかよりもずっと重い怪我を負っていて、多くのものを失っていて、多くの絶望を味わっていたからだ。そしてその重みに耐えきれず折れかかっていた。俺はそんなあいつに少しでも寄り添いたくて、自分の一番弱い部分をさらけ出したんだ。すいませんでした。勢いよく頭を下げた。声出てないよ。元体育会系の水瀬葵くん。事情があるんだ。本当なんだ、信じてくれ。あいつが学校辞めるとか言い出して、それでなんかうまい説得方法ないかって思って。ハバネさんを思いとどまらせるために、大親友の私にも言えないようなことを打ち明けたと。はい、そうです。ねえ葵。はい、何でしょう。ハバネさんと付き合ってるの？え？いっつも一緒にいるし、そう見えなくもないんだけど、もし付き合ってるのに秘密にされてるんだったら、なんか気まずいし、引け目感じちゃって言いづらいから、ソアリング部やめちゃおっかな。違う、断じてんなことはない。じゃあ好きなの？何言ってるんですか？声が裏返った、怪しい。そりゃ嫌いならあんなしょっちゅう一緒にはいねえよ。なんだよ、女と友達じゃいけないってのか。子供みたいな開き直り方をしてみるけど、本当にあいつのことをそんな目で見てたわけじゃないし。それ言ったらお前とだってそうだろ。実際俺とアゲハが付き合ってると勘違いしてるやつもいる。じゃあハバネさんとはただのお友達だと。ああ友達だ。今一番仲のいいね。それは否定できない。ああ、私が葵の一等親友だったのはもう過去の話か。親友に一番とかねえだろ。分かってないな。私にとっちゃ葵の一番の親友であることはとても特別なことなの。だって小さい頃からそうだったんだから。一番かそうじゃないかは大きいよ。一番なら怪我のことも話してくれてたよ、きっと。お前なあ、そんな話してよく照れないな。間接キスで照れないやつが何を言うかね。もしかして女扱いされてませんか？いや照れてなかったわけじゃないぞ。それを表に出すのが恥ずかしいってだけで。もしかしてアゲハもそうだったんだろうか。いっそ付き合っちゃえばいいのに。そしたら私が一番の親友に返り咲き。勝手に言ってろ。それより部活の話。俺は大きくそれた話題を強引に戻す。はいよ。みんなお前がこのまま辞めちまうんじゃないかって心配してた。ハバネさん怒ってたんじゃない？私が急にこんなことになって。まあ少しは。でもあいつ飛び岡に向かって、あの子は絶対辞めたりしないもんって短歌切ってたぞ。嘘、本当に？それは生で聞きたかったな。天音先輩もなんか様子が変なんだ。お前が来なくなってから元気がないっていうか。あの天音先輩が？だから今すぐってのが無理でも必ず戻ってこいよ。うん、ありがとう。アゲハはくすぐったそうにはにかんだ。はい、というところで今回はね、以上にしたいと思います。よければチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。